どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回は曲語りということで、Mr.Children の永遠という曲を、語りたいと思います。前にですね、ベストアルバム買いましたよっていう、映像をですね、お伝えしましたけれども、今回はその永遠という一曲だけに、スポットを当てて喋ろうかと思います。あれですよ。今回のこのベストのね、新曲として、2曲あるうちの1曲ということで、もうね、もうすごい曲だなっていう、こう、聴けば聴くほどなんですよ、この曲は。特に。はい。で、僕はもともともう大ファンっていうのもあるから、それが加味されてるんでしょうけども、ミスチルが曲を出すたびに、完成度の凄さに、いつも圧倒されるんですよ。こう、いい曲が 100% だとしたら、ミスチルはだいたい 200% くらいでドーンって出してくるんですよね。そう。で、今回の永遠もね、そんな感じだったんです。パッと聞いて、めっちゃいい曲だなっていうのがまず伝わるっていう。それがミスチルなんですけど、そっからさらに、聞けば聞くほどめっちゃええやんっていう感じにもしてくれるこの永遠マジック。はい。これはすごいですね。うん。だから桜井さんのこの、桜井節の詩と、またね、久しぶりに小林武史さんがこの永遠を、プロデュースしたんで、アレンジしたんで、そこもあるのかな。なんかすごい、この、もうまさに歌詞にも載ってますけど、強力な魔法がね、これには宿ってんじゃないかと思うぐらい素晴らしい曲です。はい。で、まず最初聞いて、どこが、いいなって思ったのが、もう一番最後ですね。もう永遠のとこ。君は僕の中の永遠っていうところの、ここが、聞いた方、あれだと思うんですけど、不思議じゃないですか。もう会えなくても、君は僕の中の。で、どういうのかな。普通だったらね、その予定調和だとしたら、永遠っていいんですよ。全然違うんですよね。永遠みたいな感じで言うんですよ。最初なんて言ってんのか分かんなかったぐらいで、ちゃんと言ってるこれって音程わざと変な風にしてるみたいなで、あえてそこのとこだけめっちゃボリューム上げましたもんしたら言ってるんだけど、要はちゃんと言ってない、ちゃんとハマってないっていうメロディーラインに、ここがやべえと思いましたねなんでかっていう、これはもうあくまでも僕が勝手に解釈してるだけなんですけど、曲が永遠だからきちっと終わらせなかったっていうじゃねえかなって思ってるんですよね。すごい曖昧な感じでおぼろげでそのままさーってなったっていう、それで永遠に続いていくのかなみたいな風に僕はちょっと解釈したっていうのもあって、ここが一番好きですね。ここはもう予想だにしなかった部分だったので、そのメロディーラインのところもね、これがすごい、もう僕的には衝撃の部分ですね。はい。あと個人的にも好きな歌詞とかはもうほとんど好きなんですけど、本当にこれストレートな、歌だなっていうか歌詞だなって思います。だから、桜井マジックみたいな、すごいうまいこと言ってるとかっていう、ちょっと複雑なんだけども、紐解いてみれば、実はこういう仕掛けがあったのかみたいな、そういうのがない感じが一瞬するんですよ。パッと読んだだけだったら。うん。すごいストレートだな、恋愛の曲だな、みたいな。でも、でもね、結局、過去の曲に比べたらそんなにないと思っている。僕が気づいてないだけかもしれない。うん。好きなとこはね、あそこですね。1番のサビですね。そのレンズの先には必死で何かを僕に伝えようとしている。ここの一節がすごい好きです。はい。もちろん、このメロディーラインっていう部分に合っているっていうか、その歌詞の一節一節がね、すごく合っている。あの日の君が見えるっていうこの言い方もすっごい感情が伝わってる感じですごい好きなんですけど、この必死で何かを僕に伝えようとしてるっていう部分が、前の、メロのとこで、そのレンズを向けるたび顔を背けていたのは、照れてるだけだと理解しようとしてきたんだっていうところに、ちょっとかかってる部分もあるし、一番最後のサビにもかかってるんですよね。僕しか知らない愛おしい仕草をこの胸に焼き付けるよっていうところも、ここにまあかかってんだろうなっていうので、なんかこの必死で何かを僕に伝えようとしてるっていうところが、この一節がまさに伝えようとしてる箇所だなっていうところですごく好きなんですよ。うん。だからね、まあ飛行機雲の下りもね、もちろんすごい上手っていうか、いいなって思うんですよね。すごいスピードで行ってしまう。まあ飛行機雲も一瞬で消えちゃいますからね。うん。っていうところもありますけど、まあ一番好きなのはそこですかね。うん。まああと、まあここは桜井節ですね。時は行き過ぎると冗談が過ぎる。ここはもう聞いててやったって感じになりました。はい。まあもうここの曲はね、本当にまあメロディーラインはすごい複雑なんですよね。うん。桜井さんのこう低音と高音の部分がこう一緒に重なってる部分とかもあるし、一人で歌うのはすごく困難なんですけど、すごい歌いたいなって思わせてくれる曲でもあります。なんか挑戦したいなみたいな、僕ごときですけど、はい、いつかやろうかなとは思ってます。というわけで、こんな感じですかね。はい、永遠語ってみました。次は生きろ語ります。ということで、虹色音声終わります。聞いてくれてありがとうございました。さようなら。